先生たちが壊れてきたので、ここで課外授業に行っちゃいましょう。 10月6日から放送開始のギャラクシーエンジェルーン。先日、その制作発表会が行われました。 今回のギャラクシーエンジェルーンテレビアニメーション、ギャラクシーエンジェルーンに関しましては、ゲームでございます。ギャラクシーエンジェル2を原作にした、テレビアニメーションということでございまして、ルーンエンジェル隊という新しいですね、メンバーが、このテレビアニメーションの中で活躍するということでございまして、もちろんギャラクシーエンジェルですが、コメディーという要素は、非常に強く入っております。 ただ今回に関しましてはですね、美少女ものプラス、メカアクションというこの2つをですね、大きなコンセプトに立てようということで、今回、テレビアニメという形でやらせていただいております。この作品の魅力であります、可愛いキャラクターとそれからアクションシーンということなんですが、実は昨日第1話の V編をやってきたわけなんですけども、第1話からド派手なアクションシーンが入ってます。 今回、ギャラクシーエンジェルーンを携帯電話やインターネットでもガンガン盛り上げていこうと思ってますので、よろしくお願いいたします。ギャラクシーエンジェルーンは新しいルーンエンジェル隊が一つの売りというところがありますので、その5人にいろいろと活動というコンサート活動などなどしていくというところもありまして、実物の5人の皆さんにもぜひ注目していただきたいと思っています。 ユーザー記者の皆さんはちょっとご存知かもしれませんけど、斉藤さん、ね、ある日の音楽プロデューサーでもいらっしゃいますよね。そうですけど、できた GA の方に力を入れてますよね。GA の方にかなり力を入れてあげるようなと思いますので、ネットラジオのアクセス数も抜けたらいいですよね。まだちょっと遠いんで、皆さんよろしくお願いいたします。監督の方から 一言だけ皆さんに期待してほしいということで、コメントを預かってきました。お願い、見て、お願い、びっくりマーク3つということで、このびっくりマーク3つにはですね、かなり監督の自信も感じられると思いますので、ぜひご期待いただきたいと思います。一応大変いい仕上がりになっていると私の思っております。ぜひ期待していただきたいと思います。 今回の本当ギャラクシーエンジェルはですね、GAのテレビシリーズ5期とも言えるし、もしくは GA2のテレビシリーズ1期とも言えるものですよ。でそれは人それぞれによって違うと思うんですけど、僕はどちらでもいいかなっていう風に思ってまして、GA2の1期ってなれば今まで見てなかった人がすごく入りやすいでしょうし、GA シリーズ5期となれば今までずっと親しんでいただいた方がまた続けて楽しみやすいかなっていう風に思いまして、 私の中では、まあこの両方をどちらかというとうまく、ミックスさせたような形で今回の漫画が描けてるんじゃないかなというふうに、感じています。GA2の方でアプリコート桜庭役を演じています稲村優奈です。リコの方は、とっても元気のいいキャラクターにアニメの方はなっておりますので、負けないように私も 一つ一つのアフレコ、そして、セリフを、これから今度言って、素敵なアニメをみんなと一緒に作っていきたいと思っています。よろしくお願いします。アニス味という役をやらせていただいております、花村さとみです。アニメの方でアニスはゲーム以上に、勢いを突っ走るキャラになっているので、負けないように、本当に拳を握りしめながら頑張っております。はい、皆さんこんにちは、ヒロマユです。カルア、テキーラ、 はですね、ゲーム版より、テキーラはさらにセクシーに、カルアはさらによくわけがわからない人になっていまして、二役やらせていただけるということで、毎回アフレコ、とてもやりがいを感じてます。みんなで頑張っていい作品にしていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。BC シャーベットをやらせていただいております、中山エリナです。アニメ版の方ではそうですね、ゲーム版よりも、かっこいいところと、おかしなところが結構入り乱れた感じなので、 ちょっと大変になりながらも頑張っております。よろしくお願いします。アフレコとかラジオとか、5人で活動している中での何かありましたら、みんな元気よくテンポよくっていうのがすごいあるので、
本番テスト前に打ち合わせをみんなでしたりとか、マイクの範囲でバタバタしないようにちゃんと相談をしたりとか、仲良く、それからさっき稲村ゆなちゃんも言ってましたけど、ベテランの方々にいろいろ学ぶところいろいろあるので、毎回毎回楽しみに、そして気合を入れてアフレコに臨んでおります。アニメをやることによって、このラジオも半年間やってきたりとかしてたんですけど、またこの5人の新たな一面が出たというか、まだ知らなかった部分っていうのがアニメのアフレコを通して分かったりとか、とてもキャラクターに近いというか、これ本人じゃんみたいな感じが、多分ラジオとアニメを両方見ていただければ分かると思います。本当1話をやった時はやっぱりゲームのイメージがみんなの中にもあったので、監督、音響監督さんと本当にブースの中で話し合って、ここはこうだよねっていう、本当に大切にされている作品だと思います。アニメの現場はすごく和気あいあいとしていて楽しい現場です。メンバーとはとにかくそのとてもテンションの高いアニメーション、テンポも良くてすごく楽しいアニメなんですけれども、そのアニメを作っていくためにみんなで一緒に頑張っています。皆様どうもありがとうございました。ありがとうございました。ギャラクシーエンジェルーンお楽しみにね。それじゃあ教室に戻りましょう。